放課後生徒会定例会議だからですね。今日はタケノコちゃん V の DVD 発売日なんですよ。ほう、それで？だから早く秋葉原に行かないと声優さんのトークライブが始まっちゃうんです。そんなもんが早退の言い訳になるか。なるんです。だって生徒会長の言葉には生徒全員絶対服従ですから。何が服従じゃ、この煩悩丸立ち生徒会長が。私がいる限りお前の好き勝手にはさせねえ。グッグーで殴ったですね。エトロフさんの負け犬副会長。誰が負け犬じゃ。じゃあ生徒会定例会議を始めます。エトロフさんの暴力がさらに暴走する前にとっとと終わらせてしまうのです。最初からそうしてろっつーね。今日の議題は次回の文化祭についてのですね。おいおい、調子の悪いふりしようったって。エトロフさん、あれ、ん、そこにあったのは鏡のように透き通った大きな瞳。その華奢な体つきは猫のように小さくて、抱きしめたら折れてしまいそう。ひっそりと咲く野の花のように静かで、触れれば消えてしまいそうな儚さの中に、その美少女は座っていたのでした。銀河萌え萌え伝説。あっ、さっさとそっちの世界から帰ってこい。あ、はい。エトロフさん、エトロフさん、あの子超絶に可愛くないですか？どなたですか、あの子。一年生みたいだけど、確かに見ない顔だな。転校生か？わかったです。どの団体にも必ず一人はいる。小柄でおとなしくてちょっと不思議な無口キャラですよ、多分。なんだそりゃ。とにかく私は一目で気に入ってしまったのです。そこのあなた、あなたの意見を伺いたいのです。なのでお名前をどうぞ。どうぞ。いや、だから名前を。かわいいですね。私は生徒会長の南極さくらと申します。まずは携帯の電話番号とメールアドを交換しましょう。生徒会関係ねえじゃねえかよ。ああ、そうだ、あなたにぴったりの服があるのです。テストの話聞けよ。じゃーん。なんでメイド服なんだよ。これは来年度から導入予定の生徒会役員用の特別コスチュームです。どんだけ生徒会を私物化してるんだお前は。あっ、重要なことを思い出したです。おい、人の話聞けよ。あっ、そういえば下着がまだでした。今日の業界ではパンツはチラリするためにありが常識、偽パン着用は責務と言っても良いです。でも心配ご無用。あなたの可愛さを 200% 引き立てる下着を私がプロデュースいたすですよ。完了です。ほらご覧くださいです。立ち上るメイドオーラによりさらに完璧なキャラ付けに。テラ萌えなのです。はあ、このままご奉仕されたいのです。死ね、何だしね、変態。大変だったな、後輩ちゃん。このオタクに好き勝手いじられて。大丈夫だったか、うざかったろ。え、うざくなかったのか。まさか嬉しかったのか。ほら見てください、私はちゃんと分かってるんです。ほうじろさき、さきさんと言うですか。なんて可愛い名前。ほうじろ、どこかで聞いた名前。あ、まさかこの後輩ちゃん、ペンギンと同類か。あ、通りで気が合うわけだ。さきさん、
あなたはその可愛さのあまり危ない目に遭いかねません。よって本日の生徒会会議は終了。サキさんが悪い人に惑わかされないように私が送って帰ります。お前が一番危ないって。サキさんはタケノコちゃんの何話が好きなんですか？私はですね、この子の家もペンギンみたいにアニメグッズでいっぱいなのかね。あれ、おいおい、この家って、あ、お前は白熊の、いきなり何しやがるんだこのムッツリメイド。クジラちゃんこそ、なんでオタクのペンちゃんとサキが一緒にいるの？だから口で言えって。あれ、ホウジロ、ホウジロ、サキは私の大事な妹だ。姉妹？まさかサキがオタクになったのってペンちゃんがたぶらかしたからじゃないの？いや、私たちは今日初めて知り合ったんだけど。わかった、わかったですよ。つまりサキさんって。小柄でおとなしくて無口でちょっと不思議でメイドさんでオタクで妹なのです。それすなわちテラを超えたギャラクシー萌え。やめんか、似たような。ちょっと頭冷やせ。今日憧れの桜お姉様に話しかけられました。お揃いのメイド服が着られただけでも嬉しかったのに、下着まで桜お姉様、ついにギャラクシーも超えてしまいました。サキさん、ビッグバン萌えです。人の家覗くなっつーの。